はい、こんにちは、みぼうずです。今回はね、久々にこちらプロジェクトホスピタルやっていきたいと思います。定期的にね、やりたくなって、実は言うとやってたりするんですよね。以前はシナリオに沿ってやってましたけど、今度はね、サンドボックスモードで自由に作っていこうと思います。はい、で、できる限り効率を目指したね、病院作り。殺風景でもいいじゃない、ちゃんと効率よく動くんだったらっていう病院をコンセプトにね、やっていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。はい、まずはね、とりあえず最初の建物をね、建てましょう。全くこだわんなくてもいっちゃいいんだけど、ある程度はこだわったやつにしていきますか。ある程度はって感じだけど、とりあえず最初は25の25で作っときますか。で、壁もね、本当はあんまりこういうのやりたくないけど、ちゃんとこだわっていきましょう。なんでやりたくないかっていうとね、単純にめんどくさいんですよ。こう見てわかる通り、内側と外側でね、ちゃんと違う壁になってるので、こうやってぐるぐるぐるっと回さなくちゃいけないわけなんですよ。じゃあ内側内側でどうするかっつったら、まあ、診療科ごとにね、色分けとくと分かりやすいっちゃ分かりやすいんでね。はい、でこっち側もね、しときましょう。だってほとんどね、壁を表示させないんですよ。どういうことかっつったら、結局ね、こうやっとかないとわけわかんなくなるんで。はい、で病院のね、入り口作りましょう。自動ドアですね。まあだいたい最初はここら辺に作っときましょう。はい、で最初のね、診療室をとりあえず作るんですけど、まあ受付から作っていきましょうか。受付はね、基本的にまあ今回じゃあ全部自分で作ろうか。いつもだったらね、だいたい受付あたりなんかは、そう、あのプレハブに。はい、で受付の床、まあ床全体をね、とりあえずこれだいたい診療科ごとに分けるんですけど、救急科はね、いつもこの色にするんですよ。だけど受付これだと気持ち悪いんで、黒にしときましょうか。灰色というか、はい、まあ最大4人まで対応するということで、パソコンにしときましょうか。ノートパソコンでもいっちゃいいけど。はい、であとはね、受付用のベンチですね。まあ、4つぐらい置いといて、あとはウォーターサーバーを置いて、自販機置いて、コーヒー販売機置くと。で、あとは待合室ですけど、将来的にね、救急科はとんでもないことになるんで、こっちはね、結構待合室は広めに取っときましょう。こんなもんでいいか。本当はこんな取る必要ないかもしんないけどね。で、次は診療室ですね。診療室は、6マスの、5の6でいいか。あんまでかくてもね、あれなんで。はい、で床を白床にしましょう。清潔感があるね、内装じゃないとね。で、あとはオフィス机を置いて、でプリンターですね。ちなみにね、こっちのが早いです。本当だったらね、このペーパーホルダーでもいけるんですけど、やっぱね、大きい方が早いっていうか、そういう感じなんだよね。時短作業になるんですよ。で、あとはね、ここはね、ちょっと高級にね、ソファー使うんですよ。で、あとは椅子と、オフィスチェアにしときましょうか。で、診察台ですね。はい。まあ、できる限りね、これは近づけた方がいいんですよね。まあ、それにも理由があるんですけど、まあ、とりあえずできる限り近づけときましょう。始まってみるとね、わかると思います。で、消毒熱をここにつけて、で棚ですね、棚の位置も結構重要。
はい、でランプつけて、でホワイトボードも置くと、で地味に置いといた方がいいのがウォーターサーバーなんですよね。水分補給とかに行きたがるので、室内にあるとねちゃちゃちゃっとね水分補給してくれるんで、そんな高いもんじゃないんだよね。ちょうど100ドルぐらいなんで、これも用意しときましょう。はい、まあこれがねとりあえずひな型となる感じで、ただここにねドアつけて、で表の診察のドアもつけると。はい、こんな感じでね、ちょっと殺風景だけどね、これでいいんですよ。はい、じゃあこれをねとりあえず最初はね3部屋4部屋作っておきますか。はい、でこの裏側に休憩室を作るんですよ。そうするとねアクセスが早いんで、休憩室へのいろいろ時短作業になるんですよね。で床がこれだと落ち着かないので、一応木目調にしとくと。でダイニングテーブルですね。まあこんだけ置いときゃいいでしょう。十分ね、十分すぎるほどのね席数が確保されてるんで、間違いなくね最初からこんなにいらねえだろっていうぐらいの席数確保になってますから。でソファーですね。ソファーをここに2脚の、ここに1脚一応置いときますか。でコーヒーテーブルを4つ置いて、テレビが1つとラジオが1つ、であとはコーヒーメーカーもここに1個ずつ置いといて、はい、じゃあちょっとね向きを変えてこっち側作っていきましょうね。あ、一応内装は変えとくか、木目調に。なんだよ、休憩室だけずるいなって感じかもしれないけどね。はい、まああとは窓ですね。ちょっと開放感ある感じで。はい、あとは必要設備ですね。まずは衛生、手洗うところですね。これをだいたい3箇所ぐらい配置しといて、食事カウンターと冷蔵庫で、本棚がねこれ必須になるんでね、本�棚も一応2つ、であとロッカーですね。ロッカーも必須になるんで、ロッカーはだいたいここら辺に配置して、あとは自販機ですね。でウォーターサーバーですね。まあ各ところに1つずつあるけど一応つけときます。はい、これで休憩室と診療室は完成です。まあ最初からね本当はこんな豪華設備いらないんですけどね、まあまあまあ一応ね。で掃除用ウィレはねもうプレハブで十分でしょうってことで、プレハブで使えます。はい、ここに1つと、でトイレですね。トイレは結構重要なんですよ。ちょっとはみ出したけど、トイレ作っていきましょう。トイレの何が重要かっていうと、これね少ないとね後々大変なんですよ。あのエリアを広げてない時はいいんですよ。とエリアを広げてない時はいいんですけど、エリアを広げてると遠くの方のねトイレに行くようになっちゃうんですよ。トイレが足りないと。さすがにそれはねよろしくねえぞっつうことなので、だから最初からねトイレはね大きく作っときます。こんな大きくないように思うかもしんないじゃないですか。だけどねこれがね実は言うとね凄まじくね機能性しか考えてないトイレを今から作りますんでね。
どういうことかっつったら、まず便器をねこう並べるわけですよ。でこのままだと一応さすがにかわいそうなので壁はつけてあげます。で一応ね扉もつけてあげます。とりあえず外来なんでこんなもんでいいですけど、入院病棟とかだとねもっとでかいのつけないとね大変になったりするんですよ。はい、あとはシンクと鏡ですね。でまあめんどくさいんでこれをコピーして、であとはハンドドライヤーですね。まあこんなもんでいいか。で出入り口をここに作っときましょうか。トイレのドアにガラスがついてるのはちょっとかわいそうか、さすがに。はい、トイレとね掃除用具入れ完成しました。とりあえずあとは待合室をオープンするぐらいで作れるかな。はい、じゃあ待合室作っていきましょう。でこれがね Q マシンなんですけど、 Q マシンはねできる限り入り口に近いところに設置しといた方がねいい感じなんで。であとはこういうとこにあったらそれっぽくなるんで、で自販機も一応つけときましょう。でウォーターサーバーと、であと椅子ですね。で同じ色してるとねなんか気持ち悪いので、一応ね若干色を変えときましょう。ちょっとつけすぎじゃねえのかっていうぐらいつけましたけど、まあこんなもんでいいんですよ。であとねこのポスターをね貼っつけとくとね、あの暇つぶしになるので、長時間待たされた場合でも何気にね退屈がね紛らわしてくれたりするのでね、一応ポスターも貼っつけときましょう。はい、とりあえず殺風景だけどこれでいいか。でとりあえずね最初は道を制限するためにここをこうやっときましょうか。はい、で最後にここを通路設定して完成と。で一応扉こっちにもつけておきましょうね。はい、はい、早速人を雇っていきましょう。あれ必要な設備がない、何が足んねえんだ。あーそういえば台設置しただけでこれ乗っけてなかったね。はい、あとはこのなんとかなんちゃらメーターをつけましょう。はい、これで設備は完了ですね。とりあえず最初はね一人作ります。はい、このダニエル・アダムスさん、こちらを作成しときましょう。でもう一人を雇うんですけど、ジョン・グリーンで夜勤を一人雇っときましょうか。いきなり夜勤始めちゃうんで、メアリー・スミスさんでいいですね。であと受付嬢と、受付嬢はね最初一人で大丈夫でしょう。サラ・ホワイト、ジュディ・グリーンもで掃除も二人雇っときましょう。サラ・フォスターでジェシカ・ジャクソンさん、やたらね女性率が高いような気がするけど、まあいいでしょう、特に何も支障がないので。じゃあこれでねとりあえずオープンします。長かったけどねようやくここからでオープンですね。で保険会社はウーブシー公募、まあとりあえずこれでねやっとけば、あの捜査ドクターでね、あそうそうそう、お金いっぱいもらえるんでね、保険、あの保険のあれで。はい、じゃあとりあえずね開業します。